はい、今、ポーランドクラクフのホステルに着きました。ここで彩香さんをドロップして6日間滞在してもらって、で僕はその間単身でウクライナに乗り込みます。はい、でこういう風にウクライナのね、国旗がついたあの T シャツを着て、で、まあ、僕は味方だよってことをね、ちゃんと示していけたらなと思っております。これからちょっとハードな毎日になりますけれども、ちょっとあんまり連絡取れないかもしれないですけれども、大丈夫です。はい、ご無事で。はい、はい、あの彩香さんの無事で ここは無事で安全なんで、これがなんか共有のキッチンで、すごいなんかいい感じですね。うん、めっちゃ綺麗ですし、はい、でこっちに部屋があるんですね。うん、はい、はい、いやなんかすごいなんかキャラバンの中より贅沢になりました。急に贅沢になりました。そんな感じでここで彩香さんとお別れです。はい、いらっしゃい、じゃあ頑張ってください。気をつけて行ってきます。はい、気をつけて、じゃあね。いらっしゃい。彩香さんを降ろして今現在高速道路を走っています。ウクライナとのボーダーまで約2時間半ぐらい、260キロですね。はい、今日中に着きたいと思います。今現在、ポーランド時間6時半です。9時半までにウクライナとのボーダーに着きたいと思います。なぜかっていうと、そこからまたリビブに移動するんですね。で、11時を過ぎてしまうとウクライナではあの夜間外出禁止令が出ているので、あの身動き取れなくなっちゃうので、それまでに着きたいと思います。なので今6時半で、ここから260キロ、2時間40分かかるんですね、ボーダーまで。でそれで9時10分なんですけれども、多分、まあ、ボーダーで結構待たされることもあると思うので、なるべく早くにね着きたいと思います。食料がないので日本から持ってきたチキンラーメンをかじりながら進みたいと思います。結局今夜はこのホテルに泊まることにしました。ホテルユーディナっていうところですね。ほんとめちゃくちゃ田舎町なんですけれども、ポツンと会ってくれてよかった。いやもう本当にうっかりミスなんですけれども、まあ、ポーランド時間で9時ぐらいにボーダーに間に合いそうだったから、11時までにリビブに、間に合う予定だったんですけれども、うっかりしてたんですけれども、ウクライナとポーランドの時間って1時間時差あるんですね。だからポーランドが9時だったらウクライナは夜10時なんですよ。だから9時にボーダーついても10時からリビブ行ったら1時間半ぐらいかかるんで、まあ間に合わないっていうところで、うっかりミスでちょっと今日は断念して、明日の朝早く起きてちょっとボーダーを越えることにしました。うっかりでした、忘れてた。じゃあここでゆっくり休みます。くら部屋は21番、21ってどこや、ちょっと待って、21、あ、これやな、ここですね。あ、部屋結構いいやん。なんかめっちゃ汚いとか思ったけど全然いいじゃないですか。しかもこれシャワーついてんじゃない、普通に。お、最高。これ1泊3000円です。おはようございます。今日の朝ごはんはチキンラーメン。災害時などお湯がないところでも食べれるラーメンの食べ方を教えていきます。まず容器にラーメンを入れていきます。お水を入れます。これで10分ほど待ちます。そうすると自然にふやけて普通にラーメン食べれるようになります。出来上がりました。